どうもお疲れ様です。50代から YouTube でね、なんとか収益を得ていきたいという方のための動画のシリーズになっております。後ろでストーブが石油がないよってピーピー鳴いてますね。はい、構わずに行きましょうか。YouTube でね、動画を量産するってのは、ただ単に動画を量産してるわけではないんですよ。結果的に量産になるんですよ。なぜかっていうと、アップロードする動画一個一個にテスティング、つまりお試しという意味が入ってるからなんですよね。例えば今回作った動画は再生数を伸ばすために作った動画だから、そのためのサムネイル、タイトル、内容にしようと思ってリリースするわけなんですよ。で、しめしめ再生数上がったぞ、やっぱり思った通りだ、この方向でいけば再生数は取れるんだなってことがわかる。つまり再生数を稼ぐための動画ってのは、それなりの動画の作り方があるんですよね。またチャンネル登録を増やすための動画ってのがあるわけですよ、ね、この動画は再生数は少ないんだけども、でもチャンネル登録は多くなるんだよねっていう風な類の動画を作るというね、これも一つのスキルです。そのための内容、サムネイル、タイトル、動画の長さ、誘導、こういったものがいろいろ入ってるんですよ、ね、そしてこれはチャンネル登録を増やすために出すぞ、だいたいチャンネル登録10人ぐらい増える動画だろうなと思って出して、15人増えたら思ったより伸びたねってなったり、あれ3人しか増えてないな、ちょっと甘かったかなっていう風に見込みを立てたりするわけなんですよ。で、そういった意味を込めてると、とにかく動画をあれこれとテストのために出すっていう意味も増えてくるんですよね。またこういうものもあります。商品を販売するための動画です、ね、この動画は商品を売るためだから、そのようなサムネイル、そのようなタイトル、内容、商品、動画の長さ、その他さまざま編集ということにもなってくるかもしれないですね。申し込みフォームをどうするかっていうのもあると思います。ちなみに速稼塾の場合は申し込みフォームがほとんどなくって、私の何気ない動画の下の概要欄にね、速稼塾有料版のお問い合わせはこちらって書いてあるだけなんですよ。ですんでほとんどの人が目を向けません。でも動画を1年2年3年見ていくと、速稼塾というものの存在を嫌顔でも知るようになって、問い合わせしてみようかなっていうふうになるんですよね。それまでの期間がだいたい1年とか2年なんですよ。ですんでね、速稼塾の塾生さんも私の動画を見て1週間以内に速稼塾に入塾しましたっていう人はほとんどいなくって、だいたい半年間見ていたとかね、1年見ていたとか、何ヶ月間見ていて速稼塾という存在を知って、それで今回勇気を出して連絡してみましたみたいな流れじゃないですかね。そうなるとね、動画をアップロードしてる、つまり YouTuber として活動している期間が1年とかで終わっちゃうと、潜在的な1年後のお客さんっていうのは逃すことになるんですよ。ですんで期間も長くなってきた方がいいかなと思います。そして長くやってるとね、これからも長くやろうだという期待が視聴者さんに生まれるんですよ。例えば私10年以上 YouTuber してるんですけども、この先 YouTube をやめることってどうですか、考えられますかね。 YouTube を始めたばかりの方で再生数は少ないし、チャンネル登録も少ない人っていうのはやめる可能性があるでしょ。でもそこそこチャンネル登録が充実してきて、毎日動画のアップロード本数が増えて、で内容もまあまあいいかなと感じていただけるようなもの、コメントもパラパラとついてるようなね、それで速稼塾の塾生さんが1000名以上、47都道府県いて、で速稼塾の塾生さんも動画をどんどん出していることが伺えると。でズーム対談などで、ああ塾生さんも結果を出してるんだなってことが分かれば、期待しますよね。これからも速稼塾は終わらないだろうということ、そして私の動画発信が終わらないだろうということね、まあ、さらに私の場合はね、何でもかんでも動画にしてるところもあります。これは何かっていうと、私の動画では出会えない人に出会うためなんですよ。例えばね、令和セルシオっていうシリーズがありますけども、これね、車好きの方がね、アクセスをグッと上げてくれるんですよ。ですんで令和セルシオシリーズってのは、普段私の動画を見てない人の再生数が上がってるんですよね。あとは FX、 これもありますけども、 FX も先週はね、あの6000人ぐらいの方が見てくださった FX の動画があるんですけども、これ明らかに速稼塾の FX の興味のある方が見ている以外の方が 99% 作ってる再生数だと言えます。ここで私の FX の解説に初めて出会う人が6000人ほどいるってことなんですよ。で今後もコンスタントに FX の動画はね、出していきますんで、あ、なるほどなと、こういうことだったら勝てそうだよねっていうふうにして速稼塾に入っていただいたり、それから FX オリガルヒに入っていただいたりっていう動線が引けるんですよね。ただし極めて、セールスするのは稀です。ですんでセールスもしない時にまだ入れますかっていうふうな連絡が来るんですよね。私の場合はこういうふうなゆるーくやってる戦略です。でも結果的に10年もやってれば1000人以上の塾生さんが入ってくるってことになるんですよね。
でもやっぱり短期的に稼ぎたいとかね、早く稼ぎたいって思う方はこのテストを繰り返し繰り返しやって、断るごとにイベントやプレゼントっていうので視聴者さんとの接点を作っていくしかありません。まあそうやってね、本当1年以内に何とかしたいとかね、遅くても3年以内と思うようでしたら、やっぱりそれなりに短期戦略を取っていかなくてはならないでしょうね。私の場合も実は最初は短期戦略でした。それこそ動画アップロードしたその週には金になってほしいなと思ったんで、私はそのようにやりましたね。具体的に何をやったかというと、広島のお住まいの方というふうな語りかけだったんです、最初はね。だから広島駅周辺にお住まいの方にしか動画をアップロードしてなかったってことになります。そうなるとやっぱりこう最初の選別ってのはすごくシビアになります。日本全国に、もっと言ったら世界中に YouTube ってのは発信できるんだけども、広島の方だけですよってメッセージばっかりだったからなんですよ。その代わりその動画を見た方は、あ、だったら自分に呼びかけてるよね、また見ようかなっていうふうに、より一層の興味を引くようになるわけですよね。まあこういうふうなのを、まあ、選別っていうわけなんですけどもね選別的動画です。男性の方必見ですよって言ったら、主には男性の方が見るでしょ、女性の方は見ないでくださいみたいなね、そんなタイトルなど動画の内容などをつけていくと、まあ、最初からねフィルタリングができるって言い方になりますけども、ふるい分けができるわけなんですよ。まあこうやって動画を工夫して作っていくっていうことになりますけども、今お話した中でも様々な動画の作る意味っていうのがあって、ただ単に自分のやったことを動画ポンって投げてるわけではないってことがお分かりになったと思います。誰にどんな目的で投げているのか、アップロードしているのかっていう動画、100個動画を作ったら100個に全部私は意味を込めてるんですよ。でそのうちの9割は不発です。だから本当に思いを込めても9割は不発なのに、残りの1割に、1割を信じてね、こうやってやり続けて今に至るわけなんですよ。で、おおむね多くの方の YouTuber としての活動、多分このテストをする動機で作られてない動画が多いのかなと。ただ同じような動画をずっとね量産していって、で何か思いついたらその時にやるみたいな感じだと思うんですよ。まあでもね、でも当てようと思って当てに行かないと当たらないですよね。それでも当たらないんですから。ですんで、あ、これ思ったような反応が出てないとなと思ったら、やっぱり少しずつ方向性を変えていったりとかね、アップロードする動画の中にテストを仕込んでいって、きちんとこの結果を検証するね。1週間でチャンネル登録を10人増やそうかなと思ったんだけども、あ、3人しか増えてない、なんでだろうっていうふうに考えていくこと、もしくはその回答をベテランに求めていくことね。これを繰り返さない限りは動画をいくら作ってもまぐれじゃないと当たんなくなっちゃうんですよ。でこのまぐれが来る確率っていうのがどんなものか分かりませんけども、多分一生のうちにそのまぐれに出会えることっていうのはないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そもそもお金を稼ぐっていうのはまぐれを当てにするものではなくて、確実な裏付けがあってできるものだと思うんですよ。そうでなければね、まぐれで商品買った方がね、まあ、気の毒になっちゃいますんでねまあ一部そういった運による巡り合わせに期待するところもありますけども、やっぱり9割はね、きちんと積み上げて自分の足跡が求めてる、まあ、お客様ですとか視聴者さんの心を動かすんじゃないかなと思いますけどね。はい、ちょっと真面目な話しましたけども、まだまだ続きはあるんですけども、今日はこの辺で。それじゃあ。